皆さん、今日は運命の日です。今日は運命の日、どういうことかというと、明日おそらくレジェンドフェスが来るんじゃねーみたいな感じの風潮なんですよ。つまり明日までに、例えばだけど、こう最終日は必ず出てきますよっていう100連を消費してしまう。まあ、あの最終日に100連がどうなるかわかんないんだけど、消費してしまったりとか、ガチャピンモードを引いてしまうとちょっと美味しくないわけですよ。うん。だから、まあ、ここは、まあ、正直、ハズレを引きたい日なんですよね。すごいハズレを引きたい日なんだ。で、まあ、ちょっと今回、僕は割といいところにいるんじゃないかなと。ガチャピンモードもそこまででかくないというような感じになってるんで、本日は、できればハズレを引きたい。できれば明日がうまそうだからハズレを引きたいと。まあガチャピンモードがレジェフェスの時美味しいっていう風に言われるのはもちろんあると思うんだけど、まあその時もね、まあガチャピンモードだと SSR 確定だから、10連だったら SSR 出ないかもしれない。ガチャピンモードの方が美味しいということで、まあガチャピンモードオア100連が出ないようにお祈りしつつ本日は回していきたいと思います。よろしくお願いします。いきますよ。とんでもねえルーレット。大当たりだと100回も引けるんだよな。この読み合いなかったからちょっと面白いよな。前回はさ、うお、100連、100連、100連みたいな。うお、たくさん引けーみたいな感じだったけど、な、今回はその読み合いがガチャピンモードというものに対して読み合いが発生している。ふん。このゲームには必勝法がある。ドゥギ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 。あれ？ちょっと待って、100連、あ、あぶねえ。フラグ立ってるかと思ったけど、そんなことはなかったぜ。言い続けてたらフラグは粉砕できるんだな。よかったー。いや、俺ね、エンサの声が届いてたんですよ。エンサの声が。なんか、100連引きました。みたいな。もう死にそうな声がさ、100連引いちゃいました。みたいな。いきます。はい、ということで、こんな感じでございましょう。お、虹が出ていく。いきます。これが10連を引き、さらに高みへと昇る鷹の姿。ピュー。これバルキアレスだっけ、シャドウサーベント。はい、ということで、ちょっと動画的に寂しいので、もう一個、スターレジェンド10連ガチャの方も回していきたいと思います。こっちの方ね、ピックアップされてないんだよね、スタレの10連目の虹が。だから、本当に、その、闇鍋ガチャ、みたいな感じになってるんで、僕、フーちゃんと、あれですね、ウーフとレニー、この二人が持ってないので、スターレジェンド10連ガチャサクッと回していきたいと思います。いやー、そうか、明日がまあ、でも、ほぼほぼ芝がきっと、濃いんじゃないかなっていうような予想なんだけど、まあ、少なくとも俺はね、あ、西に来れた。今回やばいな、運いいな。うん、芝欲しいな、絶対強いじゃん。だって芝の召喚効果を見てみろ。あの星を見てみろ、芝。行くぜ。ピュッ。お、ルーリングペン。ルナール、ピックアップじゃん。そしてもう一個ピックアップされてない虹が、これだ。うん。フェイトル。まあ、ゴールドムーン2個はうまいけれども、うん、これ銃に似てるけどさ、ルーリングペン確か格闘なんだよな。格闘と銃なのにこんなにも似通って運命を感じてしまう。そんな感じで、スターレジェンド10連ガチャと無料10連ガチャでした。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。